ただいまご紹介に預かりました、高砂熱学工業の青山と申します。私ですね、研究所向けの吸排気システムについて、開発を担当しておりまして、本日、安全確保と省エネを同時に実現する研究所向け吸排気システムについてお話しさせていただければと考えております。まず、あの弊社の会社紹介からさせていただければと思います。 えー、弊社はです、ね、高砂熱学工業株式会社と申しまして、えー、人のと創意で社会に貢献という社税のもと、まあ、あらゆる用途のビル、工場、設えー、施設に対して、まあ、設備の規格から設計施工メンテナンスまで至る空調を軸とした総合的なシステムエンジニアリングの事業を行っております。 えー、具体的に申しますとお、一般空調と申しまして、まああの部屋の、 まあ快適な環境づくりですとか、あとプロセス空調、作業環境空調といいまして、あの生産設備のユーティリティですとか、あのまあ作業環境の環境づくりをしておりまして、えー、まあ生産性の向上ですとか、作業効率の向上を目指す環境づくりをなりわとしております。その他にもです、ね、地域冷暖房ですとか、電気、計装、通信技術として、 まあ、あの建物設備をインテリジェントコントロールする技術なども行っております。で、えー、と弊社と、先ほどご紹介にもありましたように、弊社と大和川学様とですね、コラボレーションを行いまして、えー、まずはですね、えー あの弊社の総合設備エンジニアリングと大和科学様の,あの研究施設エンジニアリングで,ですねあの今まで以上にお客様のニーズに合った安全、快適、省エネルギーといったキーワードで最適な研究環境をご提供していくといったところとあとはですねそれぞれが持つ技術文化を融合して創造性ですとか知的生産性 といったあの未来に向けた新しいソリューションですとか新しい価値をの競争に挑戦していければと考えておりますで本日のテーマなんですけども、えっと、こちらに記載している5本立てでお話しさせていただければと思っております まずはです、ね、ヒュームフード廃棄ですとか実験、実験室の風量制御についてお話をさせていただきまして、でその稼働状態の可視化による運用管理、でさらにはああの最適にあの建物制御することによって、えーまあ、省エネがどれぐらいあるのかといったところと、この省エネを実現するためのシステム及、およびデモ装置についてご紹介させていただきま いただければと考えております。まずはですね、えっと、まあ、あの、皆様の研究をもっと快適に。安全にするために、現在ですね、ヒュームフードには、さまざまな機能が盛り込まれております。 例えばですね、こちらに、まあ、表示していますヒュームフードですね。大和佳子さまの,の GF シリーズというヒュームフードなんですけれども、えっと、まずスローピング型の全面ッ置としまして全、えーまあ、面に、えーまあ、緩やかな傾斜をつけることで、えー まあ、あの作業の圧迫感ですとか、あと作業性ですね、こちらをあの操作性の良い作業環境を構築するといったところですとか、あとユーティリティの、フード内のユーティリティの取り出しにもあの工夫しまして、えーまあ、広い作業空,空間を確保すると。 といったところですとかあの、まあ、可動式検論というところで、まあ、足元の環境もあの、まあ、使用する機器に合わせて、えーまあ、3段階にカスタマイズできるようになったりとしておりますまたですね、えー、と状態を遠くから見れるようなといった目的で LED ステータスモニター としましまて、まあ、の待機状態、使っていないときとかです、ねえー、と稼働中、運転している状態、あとは異常な状態のときに色が変わってあの遠くからで、えー、あのフィームフードに何か起こっているかとかあ運転しているかとか分かるようなあモニターが設置されております。 いますあとですね状態モニターとしましてどういうような状態あのフード内の温度ですとかあの開口の面風速とかですねそういったものがどのような状態になっているかと確認することができるとあとはあの飛散防止強化ガラスとしまして、えーまあ、あの中で何かトラブルがあった時にでもですね、えーとまあ、ガラスが砕け散って作業者さんに、えー、まあ,あの が怪我をするようなことがないような形でですね、えっ、ー、とまあ、ガラスにも飛散防止といったような機能もついております。さらにはですね、ヒュームフードはあのー、まあ、有害有害物質を扱う際のに扱うフードでして、一番重要なところが封じ込めの性能となります。 でこちらにつきましてもさまざまな、あのー、試験ですとかあと構造分析とかですねそういったところを含めまして、えーまあ、確実に吸い込む気流を確保することによって、えー、フード内からの漏えいを防止するような形となっておりますでこちら封じ込め性能の気流につきまして、えー、こちら、あのー、サッシの開口面からの面風速といったものが法令で決まっております。 例えば有機溶剤を扱うときですとか、特定化学物質、あと粉塵とかですね、そういったところを使う場合には、法令で決められた面風速以上の風速で吸い込んでいなきゃいけないといったところで、ヒュームフードは安全確保のために多くの廃棄を必要とする設備であるということが言えます。 えっとさらにはです、ねえー、ヒュームフードを扱う研究施設としまして、えー、ヒュームフードを扱うような研究施設はです、ねあのーまあ、ヒュームフード1台といったところもあるんですけれども、複数台設置されることも多いといったああ形で、えー、こちらですね、排気量がです、ね、それぞれのヒュームフードに必要な排気量の相和になりまして、一般的なあの施設と比べて、非常にあの排気量が多くなります。 またです、ねえっと、廃棄にあの有害物質を含むため、すべて廃棄をしなきゃいけないといったようなところがありまして、ヒュームフードを扱う研究施設というのは、あのエネルギーの多調比型の施設であるといえます。具体的にはです、ねえっと、一般的な施設の空調のイメージが、こちら右側の形になります。えっとまあ、空調に必要な吸気がありまして、 でえっと、大半を循環しておりますで外気と換気をする部分といいますのがあの室,内室内空気の浄化ですとか酸素の供給に必要な換気量のみ与えてあげればよいといった形になるんですけれどもあのヒュームフードを扱う研究施設はです、ね、あの排気に有害物質を含むためすべて排気しなきゃいけません。でその分外気を取り入れてああげるる必要があると またあの、その風量もです、ね、あの一般的な換気量と比べましてあのヒュームフードで使用する風量に依存しますので非常にあの空調に必要な風量が多くなってあのエネルギーを使用するようなあ施設となっております。 でここでですね、このヒュームフードの排気量を低減してあげると非常にあの施設の省エネルギーにつながるといったことが言えます <laughs> でその省エネルギー策の一つにですねあのこちらサッシの解度に合わせて面風速を保ったまま風量を制御してあげるといったところが非常に省エネルギーにつながります 例えばです、ね、冊子を開いているときは、まあ器具の、器具や装置の操作ですとか、薬品の保持、入れ替えとかのときにあの全開にする必要があると、一方で,です、ね、あの反応の待ち時間ですとか、待機時間は、あの閉めてても良い時間であるということが言えまして、非常に排気量を絞ることができます。 ただです、ねあのー、この排気量の、ヒュームフードの排気の制御に関しまして、安全確保のために、風量制御の高速応答性といったものが重要になってきます。こちらですね、えー、と風量制御の、こちらが排気風量の制御が早い場合、えー、とこちら、中でスモークを焚いておりまして、えー、そのスモークがどうなるかと見てもらうための動画です。 えっと、こちらですね、早いと煙があの、まあ、作業者の方に向かって出てこないといったところがご確認いただけるかなと思います、こちら、中に溜まったスモークが、風量、まあ、制御が早いと速やかに面積を保ちますので、えー、出てこないと、一方で、あの不良制御が遅い場合ですね、こちら、オートあれ 応答速度が8秒の場合ですが、こちらですね、あの排気制御が遅い場合、ですねサッシの中に溜またがあ、サッシ,たたサッシを開いて、えー、合わせたい風量が増えているのに、えー、なかなかこう制御が追いつかずに、うん、面積は溜まっていずに中のおスモークが出てきてしまうといったことがあ,あります。こちらですね、えーっと こちらが風量制御の早い場合、こちらが遅い場合になるんですけども、えー、こちらですね、グラフはですね、あのー、こちら横軸が時間、縦軸が風量になっています。で、こちらの青い点線が、サッシの開閉あ、サッシの開閉に従って、えー、変化するあの合わせたい風量、で、青い実線がですね、あのー、実際に流れてる排気量、風量になります。 こちら風量制御が早いと、えっと、もう速やかに所定の風量に達するためこちら赤い線、面風速になるんですけども面風速の変化はほとんどありません一方で,です、ね、こちらの風量制御が遅い場合です、ね、あのサッシを開いて必要な風量が多くなるのになかなか風量が追いついてきていないといったところで,です、ね、この差分が大きいところでは非常にあの面風速が低下します。 海溝の面風速といいますのがあー、まあ、あのフードのサッシを中に押し込む力あと同等ですのでこちらが下がることによって中の物質が盛りやすくなるといったところで非常にあの高速に制御してあげて面風速を保ってあげるというところが重要になってきます。 ここで,です、ねえー、まあヒュームフードを扱うエネルギー多消費型の施設に対して、えー、まあサッシの解度に合わせて、えー、まあ排気量を制御することが非常に有効であると、でえー、ただ、その制御をすることに対して、高速応答性が必要といったところで、こちらを実現するのが、こちら、あの高速 VAV と呼ばれるあの排気量を制御する装置になります。 こちらとあのサッシの回路を測るセンサーと組み合わせまして、サッシの開閉に合わせて、高速で風量を制御してあげるといったところで、安全かつ省エネルギーなヒュームフードの運用を実現することができるといったことが言えます。続きまして、実験室の風量制御についてお話しいたします。 えっと、実験室の風量制御、先ほどはです、ね、ヒュームフードの排気量の制御についてお話しさせていただいたんですけれども、えー、同時にです、ねあの、その使用状態によって変化する、ヒュームフードの使用状態によって変化する排気量に合わせて、部屋の吸気量もあのバランスを取って速やかに整えてあげるというところが重要になってきます。 こちらのですね、あの実験室の吸排器のバランスが悪くなりますと、えー、例えばあ、まあ、あの外気が外から大量に流入してきて、えーまあ、あの部屋が寒いとか暑いとか結露が発生するといったことが起こったりですね。あとあの、まあ、逆に室内空気が流出することによって、まあ、周期が気になると、あとあバランスが崩れることによってドアが重くなるといったようなトラブルが発生します。 でそこで、えー、先ほどご紹介した、あのーまあ、ヒュームフードの排気量を制御する高速 VAV を、あのー、部屋の吸排気にも設置をしましてでそこでネットワークを組んで、あのー、連動して制御をしてあげることで吸、まああのー、排気のバランスを制御したり、あのー、最低換気量の維持 あと吸排器のオフセット制御といったような制御をしてあげることで部屋の最適な環境を構築することができるということが言えます。でこの最低換気量維持制御といいますのが例えばヒュームフードを使ってない状態。 の時に,あの部,屋に必要部屋に必要な最低換気量が足りなくなるといったことが考えられます、そのときに持ち上げて制御してあげるのが最低換気量の維持制御、あと、吸排気のオフセット制御といいますのが、あまあ部屋の送排気と送球期にです、ね、あの差をつけて、えー、まあ質換気流を発生させる制御になります。 こちらです、ねえーとまあ、送配器量を若干多い状態で維持するような制御にすることによってあの外からあ、まあ、微小な気流を構築することで室内で発生した周期とかをです、ねまあ、廊下ですとか隣の部屋とかです、ね、そちらに広げないといったような環境を作ることができます。 はいえー、続きまして、稼働状態の可視化による運用管理についてお話しいたします。こちらですね、えー、設備の稼働状態を可視化することによって、まあ、確実な省エネルギー運用ですとか、メンテナンストラブルへの迅速な対応が可能になるといったところになります。 こちら今までご紹介した VAV ですとかあの部屋全体の制御の状態を例えばこのようなタブレットのようなものでどういったような稼働状況かエラーはないかというところを管理できることによって非常にあのまあ省エネルギー運用ですとかあのトラブル対応とかということは迅速にできるといった形になります。 えー、具体的にはです、ねえーっとまあ、まず運用,運用改善活用というところで稼働状態を、まあ、部屋の稼働状態を確認することができるといったところで例えばあのどこがサッシの開けっぱなしをしてエネルギーを無駄遣いしているかといったところの把握ですとかあと、まああ、そうですね まあ,あとは過去のデータとかも見ることができますのでそちらで確認することによってあの、まあ、もっと省エネの運用ができるような形で,です、ね、あのフィードバックしていくということが可能になります <laughs> あとはです、ね、トラブルの防止としまして、えー、とヒュームフードのトラブルとしてよくがあ,のありますのがあの排気系統の中のフィルターですとかそういったところは目詰まりをしていて実際にはあの、まあ、吸ってなかったと。 面風速が足りてなかったといったところは、あの、考えられます。で、そちらをですね、あ、まあ、ふ、あの、吸い込む風速が足りなくなったら、こちらで警報を出すとかですね、あとは稼働状態、の詳細も、管理する、ことができれば、あの、もうすぐですね、あの、フィルターが目詰まりして、あの、なんだ、あ、風量が足りなくなるとか、そういったことが分かるようになりまして、まあ、あの、トラブルを防止したり、あの、メンテ。 ナンス計画を立てやすいといったところにつながります、はいえー、続きましてヒュームフードの廃棄の低減による省エネ効果についてお話をさせていただきますこちらですね、えーっとまあ、省エネ効果を従来の、まあ、風量制御を用いない状態 えー、ヒュームフードの最大の開口、使用する最大の開口で常時一定量で廃棄、吸気廃棄しているような設備とです、ね、えっと、VAV 方式と言いまして、稼働状態に合わせて、えーまあ、排気量を制御してあげるといったようなシステムとの方式というところで、まあ、あのこちらあ、ヒュームフードが10台です、ねえー、置いてある部屋を仮,想、あのー、仮定して、まあ、試算を行いました。 でこちら、外気条件としましては、ああの東京の外気条件を使って、まあ、一般的なあの設計、あの省エネ計算をする設計条件で検討しています。で、稼働状態、稼働条件としましては、の朝の6時から夕方の6時まで動いているといった条件で検討しています。で でですねえー、こちら VAV 方式の方はきっちり省エネ管理をして、えーまあ、確実な省エネ運用を実施したといったところで運用上で冊で子、ね、を全開にしておく必要のある時間あの稼働時間を。 時間を、まあ、全体の稼働時間10%としてどれぐらいあの、まあ、空調によるあの外気負荷ですとかあの、まあ、空気の,あの搬送動力ですねそちらが低減するかといったところを試算いたしましたでその結果がこちらになります、まあ、具体的な数字はこちらになるんですけどもこちらグラフで見ていただきますと、まあ、あの全季節通して、えーまあ、あの大幅に、えー、あの空調コスト空調のエネルギー エネルギー量が減りまして約78%の省エネルギー効果があるというような結果になっております。はいでえーまあ、それらの環境を実現するようなシステム商品とですね、えー、とデモ装置をご紹介させていただきたいと思います。でこちらはですね、えーと まあ安全と省エネを同時に確保する給配器システムとして iHumMini というシステム商品を紹介しております、えー、こちらですね、えー、と大和川学様の方からでも販売しておりますし弊社の方からでもあの販売をしておりますでこちら特徴としましてはあー、まあ、あのこちら Hum フードの,あのサッシの開閉に連動して風量を制御する高速 VAV ですね こちらの高速 VAV を非常に高速で高安定な VAV を採用しておりまして安全かつ省エネな作業環境を提供できるといったところですとかこのシステム商品自体がですね非常にパッケージ型のシステムで作業がー数が少なくて短納期で納入できることも1つのポイントです。あとはですねこれらの高速 VAV 軍をです、ねあのまあ、イーサネットと呼ばれる高速通信で連動制御することによってあの、まあ、室内の吸排気バランスを速やかに整えて、まあ、快適な環境を構築できるといったところや、まあ、ユーザーフレンドリーなインターフェースによって安全かつ確実な省エネ運用ができるといったところが特徴になります。 で、えー、こちらがあの i h u m e m i のシステムインターフェースになりまして、えー、こちらあの、まあ、状態一覧リストとしまして、えーまあ、どこの、まあ、VAV がどれぐらいの,ああの風量を使用しているかといったところが一目で分かるようになっていたり、ですね、えーっとまあ、個別詳細として、それぞれの営でどのような状態で制御をしているか。 あと、部屋全体でど,んなどれぐらいの風量を使っているかといったところが分かるようになっています。あと、システムとしての発定ですとか警報ですとかの履歴が残っておりましてトラブルが起こったとき何が原因なのかというところも速やかに分かるようになっております。で、えー、このシステムとです、ね、ヒュームフードを使ったシステムの構成例としてこちらをご紹介しております。 こちらですね、ヒュームフードのサッシにこちらサッシセンサーを取り付けましてでサッシの回路信号を VAV に入れてあげることによって制御する排気風量を決めてあげるとでそれを、まあ、ネットワークを構築しておりますグループコントローラー で情報を集約して、吸、ま、気、あ、量を決めて室内環境を整えるですとか、あとあの部屋全体の稼働率ですね、えー、使いすぎの場合警告、警告ですとかを鳴らしたりあの、何かトラブルがあったときに、まあ、一括警報として上げることができるとで、こちらシステム操作は、上位の,あの、まあ、設備の中央監視ですとか、あとあの、まあ、システムのシステムインターフェースの方から切り替えることができると。 形になりま,すまたですねフード側とのやり取りもしておりまして、えー、まあ待機状態と運転中で運転中になると青に変わるで異常があると何かの制御に異常がありますとこちらああの排気量に関してもこちらのフードに表示をすることができまして、えー、速やかに異常を伝えることができる。 あとはですね、モニターにですね、あのこちら風量を制御しておりますので、開口からの吸い込みの面風速を表示することができます。こちらですね、やっぱあの面風速を保つといったところが安全の指標につながりますので、この安全の指標を確認しながら運用することができるといったところが特徴になります。あとはです、ねまあ、緊急廃棄等の方 何かあった時に最大の風量で、まあ、排気を行うとかですねそういったところのフュームフードと連動した機能を持っておりますで、まあ、排気量を制御,あの制御するための,の iFUMIN で採用した高速 VAV なんですけども、まあ、大きな特徴が2点ありましてあの非常に高速で動作しますと。 あの風量予に対して1秒以内に応答しますといったところですとかあの、まあ、非常に安定して制御をするといったところがありますその制御の,制御の状態を表したのがこちらのグラフになりまして、えー、こちら横軸があの経過時間縦軸が風量を表しているんですけどもでこちらの,あの青の点線があ、まあ、最大差しの回路に合わせてあの合わせたい風量風量の設定値ですね。 実実践がにに流れてる風量になります。こちら一番あの最悪な条件として VAV の最小の制御風量から最大の制御風量まであのステップに変化あの設定を変化させた場合の風,風量がどのように変化するかといったものを表したものになりますでこちら見ていただきますと風量が設定を変化させたところから非常に1秒以内に風量は制御されてで、えー あの目標の風量になった時に非常にあの安定して制御をしているといったところが分かるかと思います。えー、っとこの VAV といったものが一般的にはあのフィードバック制御と呼ばれるあの設定値に対して、えー 風量の設定値に対して、えー、あの風量が多ければあの閉じて、えー、少なければ開いてといったようなあの制御になりましてそういった制御をしますと非常にこうあの制御する時にこう暴れるんですけどもあの、まあ、ハンチングが起こりやすいとかいったところで非常にあの精緻なチューニングが必要となるんですけどもあのこちらですね、えー このシステムで採用している VAV は独自のフィードフォワードと呼ばれるダンパー制御方法をとっておりまして非常に安定した制御を実現しているといったところで確実な安全確保と省エネ切りを両立して制御する制御機器を採用しております。 でえー、と以上、あのシステム商品の紹介をさせていただいたんですけども、あの一般的にあの研究施設の給排器システムに関しましては、あの次に述べますあの、大きく3つのパターンで、えーまあ、システムを構築します。 一つがあの低風量方式といいまして、まあ、こちら従来方式といったところであの、まあ、ヒュームフードのサッシの最大に合わせた風量で、えー、常時一定で吸、えー、排気をするといったパターン。 でもう一つが変風量方式の簡易型といいまして、えーっとまあ、ヒューム風ドだけ高速 VAV で、えー、高速で制御してあげることによって、あの安全を確保しつつ風量を絞ると、で吸気側は独立制御で、あの湿圧を見ながら、まあ、VAV を制御すると、まあ、高速でない VAV ですね、こちらを制御するといった形が一つ考えられます。 でもう1つは今回ご紹介いたしました iFUMINI で高速 VAV を複数設置して、えー、まあ高速通信によって、あのー、室内環境を速やかに整えてで、あのー、まあ室内の状態もしっかり管理するといったシステムが挙げられますで。こちらそれぞれの基本構成に対してメリット、デメリットというのがございまして例えば最初にご紹介した低風量方式ですね。非常に、あ、のー まあ、ランニングコスト、省エネルギーにはならないという話をしたんですけれどもあの、その分、危機器構成が少なくて、イニシャルコストが安価でもあります、えー、ただ空調している場合は、非常にあのランニングコストが高価になるといった形になります。 でえー、もう一つの,あの簡易型の変風量方式として、えーまあ、あのヒュームフードの廃菌のみ高速 VAV を使うといった形ですと、まあ、省エネ運用はあの可能となって、えー、でイニシャルコストはシステムと比べるとあの比較的安価あ,あとはですねあのそれぞれが、あの <laughs> 吸気が独立して制御しておりますので、えー、まああの ヒュームフードがあのいろいろな会社のもの、ヒュームフードと高速 VAV の組み合わせがいろいろな会社のものが入っていてもフレキシブルに対応できるといったような特徴があります。ただデメリットとしましては、吸排気バランスが整う前に数十秒要するですとか、まあ、簡,易簡易なトラブルでも、まあ、あの状況把握が困難であの、それぞれに対してメーカーを呼ぶ必要があるとっていうようなデメリットがあります。 でえ、えっと、こちらのシステムの方はほうは省エネが運用が可能で、ランニングコストが安いといったところや、急廃棄バランス制御で快適な環境を構築できると、あとトラブルが起こったときに、まあ、速やかに状況を把握して迅速な対応が取れる、と、あとあの稼働状況の把握で省エネ運用を支援するといったようなメリットがあります。 ただしデメリットとしましてはこち,らですねこちらのシステム商品に関して言いますと部屋が複数あるときは1部屋ごとにタブレットの設置が必要となるというようなところがありますこちらですね、それぞれのメリットデメリットとお客様のニーズ運用ニーズに合わせてエンジニアリングしていく形でご提供していきます。 でこちらですね、本日ご紹介したあの i h u m ー m e のシステムのデモ装置のご紹介です。でこちらですね、あのーまあ、VAV を4台模擬してあの透明のケーシングにあの羽をつけてあの羽の動きが見えるようになった VAV が4台と。 VV のミニチュアが4台とあと1つがですねこちらあのミニチュアのヒュームフードに対してサッシの開閉に合わせて連動するようになっておりますでこちらの制御状態をあの先ほどの GF シリーズのヒュームフードのー、まあ、モニターと同じモニターがついておりまして、まあ、ステータスですとかあのまあ風,風量の状態ですとかそういったとこが確認できるようになっております シ,システムインターフェースもついておりましてあの、こちらですね、非常に高速性と連動制御性と、あとあの監視のしやすさ、操作性ですね、そちらをご体感できる、えー、していただけるようなあのデモ装置となっておりまして、こちら、あのまあ、大和科学様の展示ブーツに今回、設置しておりますので、ぜひあのお越しいただいてご体、ご体感いただければと考えております。 で最後にです、ね、こちらデモ機を設置しております大和佳子さ様の展示ブースのご紹介をさせていただきます。 場所としてはあのホール4、一番右側のホールの,あの入り口入ってすぐ左側のブースになっております。まあ、こちらに先ほどのデモ装置だけではなくてです、ね、まあ、あの最新分析機器ですや科、えー、学機器とあの研究施設品の融合をまあご紹介しておりますので、ぜひお越しいただければと考えております。はいえー、以上になりりまます。ごご聴のほどありがとうございました。